今朝の挨拶、今までと少し変わっていましたね。今のダグマーの言い方、前回のスケッチに出てきましたね。今、ダグマーが言った言葉繰り返してもらいましょうか。Das ist mein Partner, Herr はい、そうですね。前回は、ダスイスマイ a パートナーというマリーのモノローグがありました。今日は、このダスイス〜何々〜という文を中心に勉強します。

レストランとかお店とか電車でもホテルでも普通に入れちゃう、yeah. also, Marie, そうですよね犬のマリーとダンの旅はドイツではとっても自然です羨ましい限りですさあぶどう畑とワインの描写が少しずつ具体的になっていきますよまずは今日のスケッチを聞いてみましょうえー、uh, Lektion 4. Marie, wir fahren heute nach Trier. Wow, wow. Das ist die Adresse von Familie Schmidt. Und das ist das Foto. Und das ist der Weinberg Filzner Steinberger. Weißt du, Herr Schmidt ist Winzer und Kellermeister.

次のビアは私たちはという認証代名詞でした。ファーレンは乗り物で行くという動詞です。ホイテは今日。ナーは方向を示す前置詞でどこどこへという意味です。ファーレン nach トリアーでトリアーへ行くという意味です。この動詞ファーレンは語尾が円ですね。主語がビアの時は動詞の語尾は円。En この形は今まで見てきた動詞、trinken, essen, ぼー nen, kommen と共通しています。さらにマリーに説明する場面が続きます。何と言っていましたっけこれはシュミット家の住所だよと説明しています。これが今日のキーセンテンス。das is 何々という言い方ですね。この das は指示代名詞と呼ばれるものです。 ディアドレッセは住所。メモを見てシュミットさんの住所を確認しているようです。フォンは〜何々の、誰々のという意味を表す前置詞。ファミリエは家族。ファミーレ・シュミットでシュミット家という意味です。アドレッセの前についているディは定冠詞です。後で詳しく見ていきますよ。では次の文をどうぞ。Und das ist das そして、これがその写真だよ、と説明を続けています。これも、ダスイス何々という同じパターンの文型ですね。ダスフォートは写真という意味です。そして、これがその写真だよ、とマリーに見せています。このフォートの前のダスも定冠詞です。ダスイス何々のダスと形も発音も同じなのですが、指示代名詞ではなく定冠詞なので全く別のものです。気をつけましょう。 次の文はどうでしょうそれからこれがブドウ畑フィルツェナー・シュタインベルガーだよと言っています。畑の名前ですね。これもまたダスイス・〜という文型です。では、ワインベルクはブドウ畑という意味です。後ろに続くのは固有名詞ブドウ畑の名前です。 このワインベルクの前についているデア、これも定冠詞です。次の文はいかがですかねえ、知ってるシュミットさんはね、モーゼル川流域のワイナリーのオーナーでセラーマイスターなんだよ、と話していますね。ダンがこれから訪ねる人のことを説明しています。Weistu の Weist は、 何々を知っているという意味です。知識として知っているかどうかを聞いているのではなく、ねえねえと相手に対して注意を喚起しています。ヘア・シュミット・イス・ヴィン z e r の ist は先ほどの d a イス・ s t 何々で使ったイス t と同じ動詞です。人の場合、このように職業を表すこともできます。ヴィンツァーやケラー・マイスターがどんな職業なのかは、 ままた、別の回で詳ししく見てみることにし,ましょう今日のキーセンテンスは「ダスイス・なになにという文型で「なになにのところに人や物が来ます。便利な表現ですね。 この d a は指示代名詞といって指さしながらこれは何々です。これは誰々です。と表現できます。ダスイストの後にいろいろ当てはめて表現できそうですね。では2回続けて発音してください。das ist die adresse von Familie Schmidt。

Das ist す、いっしょにアドレス。です、いっしょにアドレスが住所。です、フォトは写真。で、ワインベルクがブドウ畑という意味の名詞でしたね。すべて名詞の前に定冠詞がついています。もう一度定冠詞と名詞の組み合わせでダグマに発音してもらいましょう。あとについて発音してください。 これら「D」「Das」「Dear」は全部定観詞だと説明しました。なぜ定観詞の形がそれぞれ違うのでしょうね ?Die Adresse ist in, f e m i n i n das Foto ist neutrum, der Weinberg ist m a s k u l i n Stefan, wunderbar! そう、so、ですね。 英語の場合、定冠詞はすべてザで、その何々と表せますが、ドイツ語の場合は名詞が女性名詞、中性名詞、男性名詞に分かれます。あくまでも文法上の区別だとお考えください。ここでは住所を示すディアドレッセは女性名詞。写真のデスフォートは中性名詞。そしてブドウ畑のデア・ワインベルクは男性名詞です。 これから単語を覚えるときはこの定冠詞と一緒に覚えてしまうといいですね。アドレスセじゃなくてディアドレスセというように実際に声に出して音で覚えるのが一番効率的です。そうですね。名詞の正は辞書に表記してありますので時々調べてみるといいでしょう。では一通り内容が分かったところでもう一度今日のスケッチを聞きましょう。 Marie, wir fahren heute nach Trier. Wow. Wow. Das ist die Adresse von Familie Schmidt. Und das ist das Foto. Und das ist der Weinberg Filzner Steinberger. Weißt du, Herr Schmidt ist Winzer und Kellermeister in einem Weingut an der Mosel. Wow. wow.

それでは皆さんも自分のよく行く町の名前を使って行ってみましょうどうぞはい皆さんうまく言えましたかちなみに電車や車だけでなく自転車での移動もファーレンを使いますよそして今日もアルファベットの続きを練習しましょうすでに「アーから「エままで見てきましたね。今日はオーからウーまで練習してみましょう まずは、よく聞いてください。OP Q RSTUOP Q RSTU では今度はダグマに続いて発音してください。O いかかがでしたかここで注意してほしいのは「う」英語の「ゆ」ですが口をすぼめて前に突き出すイメージで「う」と発音してください。それから「エる」英語の「r」です。 喉のこうぐるぐるっと鳴らすイメージです。では、一つずつ発音してみましょう。いかがでしたか。鏡の前で自分の口元を見ながら練習すると効果的ですね。 発音も一度に習得できるものではありませんので、これから単語や表現の発音練習で少しずつ慣れていきましょう。マリーさあ、マリーのコーナーの時間です。今日は名詞のせいのお話です。だわいん、うんだべあく、いっすだわいんべあく。いや、げなう。

マイングラスを意味するダスワイングラスという中性名詞になりますつまり複数の名詞が一緒になった融合体は一番後ろの名詞の正で全体の名詞の正が決まるのですねあそろそろ時間ですね今日のレッスンも終わりです